イエーイ、みんな元気してた？俺だよ、俺、葉島清志郎。あ、まあこれなんか動画貯蓄用みたいになってるけどさ。うわー、お腹キモキモ。おい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 、すごい作ってんな。ここら辺にすごいレゴがあるんですよ。レゴハマったけど、ここにね、なんか投げ出しちゃって、レゴバーンって投げ出して、レゴちょっと作って終わっちゃった。うん、あー、歯の借り物、借り物がね、借りの漬物なんだ、針の詰め物だ、詰め物だ。ありがとう、教えてくれて。俺、教えてありがとう。俺、教えてくれてありがとう。やっぱ自分にも感謝していかなきゃいけないじゃん。もうそういう時代だと思うんだよね。こんな量の水飲んだら死ぬわ、俺。飲んでるんですけどね。それって飲めない人がさ、言う人、こんな量の、こんなもの飲んだら死ぬわっていうのに飲んでるんですよね。やべ、爆発すると俺、ほんとに。リア充でもないのに爆発しちゃう。いやー、でも最近ね、あれだよね、さっき話したかったんだけどね、あんまり。うん、でもね、話すのはやめます。いやー、何話しますかねえ。今ね、何時とも言いたくありませんが、すーごいお腹、お腹すごいよ、かゆいな。はい、ということで皆さん、おはこんばんは、はじま清志郎です。ということでね、今日は何を喋っていきましょうかね。まあ最近、まあ最近のこと話していきましょうか。まあ最近って言っても何もないんですし、まあ何話しますか。まあ作り話でもしますか。最近ね、あの地球にね、隕石が3つくらい、隕石落ちてきたんですよ。だからね、止めないとなーって思ったけどね、まあ、止めれるわけないんですよ。ああ、じゃあどうしようって思ったら、まあ普通に、あの自決しましたよね。はい、普通に隕石に殺されるのは嫌だなって。死因ランキング第1位歯周病、2位隕石でやられる、3位落雷ですから。落雷ね、ここを落雷って言えたらちょっと面白かったのにね。もうこういうとこなんだよね。声色を変えてもやっぱ滑舌が変わんない。ほんとダメだと思う、人として終わってる。うん、でもね、面白い人間としてはちょっと始まったかな。うん、ということでね、ありがとうございました。こんな感じで終われたら一番いいよね。何喋ってんだこの人っていうね。作り話 しようとすると絶対短くなるね。うん、すごい速度で終わりそうになって俺。あー、髪の毛切んないとな。あー、今日何しよう、おしゃべりしようかな。何の、あー、そうだ、テリーの SP ね、テリー SP、 裏のなんかよくわかんねえメイザーってやつぶっ倒しました。はいね。いやー、で今ね、何作ってるかっていうと、何も作ってないんですよね。何してんだろうな俺、何もしてないですね、普通に何もしてない。あー、このお腹見て、みんなすごくない？イエーイ、ロックンロール。このお腹とこの顔とね、この人間でロックンロールです。いや、何しますか皆さんね。ほんとね、あー、お腹いっぱい、喋れねえな。もうお腹いっぱいだから喋れないっていう設定で俺行くんで、今日やめようかな。喋ることないもんな、さっき喋ったし。最近猫伝ちゃんと小走りちゃんが可愛いなって話しようと思ったけど、気性いからやめたし、やめたんだよね。やったやめとくわって言ってね。普通にね、いてかゆいな、手首かゆいよ、かゆいよ、お母ちゃん、はい、ってことでね、どうします、皆さん。どうしよっかな、俺することねえや。 YouTube で猫伝の過去の生放送見るしかねえや。うん、いや、小走りの生放送アーカイブ残さないとダメだよね。俺さ、言っていい、生放送のアーカイブ残さないやつ俺嫌いなんだよね。うん、嫌いっていうか残さなきゃいけないし、絶対その、なんだろうな、みんな仕上げて動画出してくるじゃんね。でも絶対生放送の方がいいんだよ。あの可愛い系の人って猫伝とかすぐ消すじゃん。むっちゃくちゃなんかすげえふざけた衣装みたいなね、なんかすごい変な衣装を着て生放送したアーカイブなんか消してましたから、消すなよって思いますよね。なんかそれもなんだろうね、うわ気持ちいいなって思ってるんですよね。なんかツイッターで出回っててね、教師とかがね、
なんかあるじゃん。まあね、教師とかがね、わあうるさいなって、なんかすごい生徒うるさいけど、から黒板とかこうやって書いてるのすぐ消しちゃうよみたいな、すぐ消して、もう消すとみたいのが優越感みたいにね、教師としての立場で気持ちいいことやってんだろうなって言って。あとあれですよね、何が気持ちいいんだろうね、教師でこの瞬間気持ちいいわーっていうの、なんだろうね、暴力かな、やっぱなんか暴力ブーンってやっても絶対気持ちいいからやってるよな、あれ全員。人のこと思う暴力なんてこの世に存在しねえからさ、暴力って一番つまんねえやつがやることだからさ、暴力だろうね、教師になって楽しいことランキング1位。怒んのだってすごいパワーいるじゃん、でも殴んのはさ、こっちだって腰痛いんだぞ、まあ、殴るやつってなんかどうかしてるもんな、しないで叩くとか、なんか昔いたらしいけど、全気違いじゃん、なんかナイフで切り殺せ、うん、ナイフなんてないけど普通に刃物で切り殺してくれ、本当になんだろうな、体罰するやつ、うん、暴力ダメだと思うな、うん、普通になんかなんだ、暴力でしか解決できないやつはなんかいるだろう、不良とかね、うん、あいつは暴力していいのかっていうと分かんないな、でも何なんだろうな、暴力って暴力むずいな、ボーダーライン、そもそも暴力ってダメだからな、社会に出たらで、やっていいラインなんてないんだよなね、暴力で治るんだったらやっていいっていうのもなんか、でも俺なんかやられたことないんだよな、暴力らしい暴力、デコピンされたくらいだもん、なんか3年生の先生にね、まあ3年生の先生なんか初めての先生だったから、まあいろいろ試行錯誤してっていう意味も思い返したらやっぱ気違いだったなって思いますけど、単純に迷ってたんだなっていうのは思いますけど、まあ無事よな、うん、人を怒るなんてさできなくねえか、怒れないもん、俺クソだったからさ、なんか部活も嫌な先輩だったなって思いました、実力ないのに威張ってるってほんとクソでしたから、終わってたんですよね俺、マジで終わってたな俺は、うん、今思い出すと悲しいよね、恥ずかしいし、恥ずかしいよりも悲しいな俺って思ってた、うん、今はね普通に怒ることなんてないでしょ、はあ、怒る人なんていないもん、そんな怒るのってパー使うらしいからね、イライラすることはよくあるんですよ俺は、怒ることなんてないんですよ、でもイライラはしてるんですよずっと、イライラしまくってるんですけど怒ることはないかな、怒るって意味わかんないかな、人に注意するって、注意してる図ってすごい滑稽っていうかさ、なんか嫌じゃん人に注意するのって、絶対クソじゃん、無視した方がいいよね、注意なんて、注意した時大体間違ってるしな自分の方が、それやめてほしいよな、なんかしっかりとした注意ってなんだってなりますけど、もう無視でいいんだよな、もう注意なんかしない方がいい、めんどくせえな、俺の人生に嫌なやつと関わっちゃダメなんだ、嫌なやつとは距離を取らなきゃいけないんだよ、とにかく全力で逃げなきゃならない、嫌なやつとは、すげえんだよな、なんか歯医者にさ行ったらすげえ目つきの悪いババアがいた、なんでババアはこうも目つきが悪いんだろうって思っちゃった、俺もなんかすごいなんかね、目つきが悪いだろう、目つきが悪いっていうか普通の顔こうです、こんな顔してますから、なんか変な表情してますね、むすっとしてるわけでもないし無表情なのかな、でも無表情じゃないんですよ、何か感情は顔から感じられますよね、なんか難しいな俺の感情、無表情なんだろうね、ぼーっとしてるから、でもなんかすげえババアの顔って不機嫌そうな顔だよね、うん、なんでババア不機嫌そうな顔なんだろう、無表情っていうのができねえんだろうね、また俺、いやなんでこのババアって思っちゃって何回か見ちゃった、その沼動きしちゃった、沼ムーブしちゃって、俺もう池沼ムーブしちゃったかもしれない、もう外吉ムーブだね、池沼っていうのはあんま言っちゃダメだから普通にね、外吉ですよ外吉にね、外吉ムーブしちゃったなってね思いますけど、すごいんです、ちょっともう作品みたいな人が額縁に入れたかった、すげえね不機嫌そうなババアっていうタイトルにして、俺は絵が上手かったらその場で描いてたマジで、あタイトルは不機嫌そうなババアですねって言って、いやマジですごかった、不機嫌そうなババアだった、うん、びっくりした、すごい不機嫌そうなババアだった、かゆっちょっと面白かった、不機嫌なババア面白いな、ババアとジジイ全員不機嫌だもんな、うん、でもマジクソだよな、なんか注意とかしてくるジジイとかさ、
なんかあれでしょ、部長とかのクラスがなんか定年して自分は偉いものだって思って社会に放たれるから、偉くないんだよって教えてやってくれよってね、ツイッターで言ってたんですけどね自分の発言を持たない男としてね、これから有名だっていうことは思いますが、すごいそんなの入れるなよ、合間にややこしくなるじゃんね、まあ、ややこしい人間ですよ。ややこしいっていうかね、分かりづらい人間だね、どっちかっていうと。あー、お腹いっぱいだ。まあまあそれでね、まあジジイとかババアとか偉そうだよね、マジで。あいつら老害老害優しい。でも俺のおばあちゃんとおじいちゃんはね、めちゃくちゃね優しいし、優しいおばあちゃんですよ。孫に優しいとかじゃない、普通に人にも優しいと思う。うん、よかった、そういうおばあちゃんのもとに生まれてきてよかった、おばあちゃんのもとに来れてよかったって思います。クソジジイクソババアのもとに生まれたくねえからな、マジで。うん、いいおじいさんとおばあさんですっていうね、これは言っとかないとね。うんね、俺のお母さんはちょっとね、ヤババアがねありますよね、すごい。うん、ちょっとヤバい要素ありますよ、ちょっとヤバいっす俺のお母さん。うん、でも俺もなんかペコペコしすぎなんですよね、なんかペコペコしすぎなんですよ。うん、礼節じゃねえんでね、俺ペコペコしちゃうんだすげえ。うん、ペコペコなんですよ俺は。もうもはやペコペコ、おしまい。はい、ということでね、ありがとうございましたそう、これこう持てないよな、でかすぎてさ、でこうだよな、でめっちゃ手入んない。うわ、水飲みすぎた。足貫油、足貫油なんでちょっと変にね、貫油って言うんだろうね、かゆって言うよね、足かいいな。ウォタチューか、うん、ウォタチューだなこれは。水虫と書いてウォタチューと読む、ちげえよ。いや違くねえか、水虫と書いてウォタチューと読む。虫って英語わかんねえし、あ、超かゆい、足かゆいよ。あざした。おしまいかな、もう今日は喋ることねえな。突起をね、胸部あたりの突起を隠してます。あざした。